分があるわけでありますけれども、この吉川省高速についても十分に明らかにしたいというような方向性が出されています。そうすれば事故そのものが明らかにならない、そして吉川社長の過ちも決して明らかにならないと思います。そのように原子力発電所等の中においてそれぞれ事故原因等の究明についても明らかにされないというやはり結果が出てきているというやはり重大な中身になってきています。そのようなやはり問題について私たちは本当に福島第一原発の事故の原因究明が先であるわけであります。そしてそれらの原因究明をして本当に福島県民の健康調査等をしていかなければならないというやはり問題もあります。少なくとも福島第一原発の事故において15万人ともいう方々が未だに避難をしています。そして東電や政府等は帰還産業ということでいろいろ拠点をしながら、そして未だに放射能レベルが高い中においてふるさとに帰還をさせようとしています。このようなやはり問題についても私たちは考えていかなければならないわけであります。そして普通の人は年間に1ミリシーベルということで決められているわけでありますけれども、福島県民の場合はそれらを20倍にした1ミリシーベルということで帰還をさせようとしています。このようなやはり問題についても私たちは考えていかなければならない。本当に政府や東電の言っていることを信用できるのかということについても追及をしていかなければならないと思っています。そして皆さん、青森県には6カ所の海上飛行場、そして東通りの東北電力の原発の第1号、そして一つには中間貯蔵施設があります。そして現在大間にはブルーボックスハウスということで建設がされようとしています。そして現在の大間町においては進捗率は 39% とかということで言われています。皆さん、今日のマスコミ報道にもありましたけれども、東北電力等は東通り原発の再稼働に向けて事前に連絡をしながら、そして村長や青森県の姿勢を伺って、来月には再稼働に向けての申請書等を原子力規制委員会等に提出をするということが言われています。しかし皆さん、東通りにおいてはいろいろ思想の問題点等があって、原子力規制委員会等は発案不能だということで言っているわけであります。しかし東北電力等はこれらが思想の割れ目に水が侵入をして防潮をしたということで言われているわけでありますけれども、皆さん、やはり活断層は活断層であるわけであります。このような場所に位置をしたこの事態でやはり問題があるわけであります。このようなやはり問題について私たちが追及をしていかなければならない大きな要素になってきているわけであります。しかしながらこれらが発断層だということを東北電力は否定をしているわけであります。皆さん、日本の発電所はいつ発動するかわからないわけであります。
これらの活動を予測をできたということについては、過去には一度もないわけであります。そして、いろいろ基準、地震等等の中において、東通り東京とは450万ということで言っているわけでありますけれども、今度新たに新設する部分については、6000増やすというような方向性が、各国中から上がっているわけであります。しかしながら、大い原発の発動、諸面、諸行動の中において、裁判員は、日本において、岩手宮城地震と4022があるから、測定が始まって、最大限の揺れであるわけであります。このようなやはり問題について、第一人として予測がつかないわけであります。皆さん、3年前の東日本大震災の状況という地震を誰が想定したでしょうか。想定できないから、東京電力等は想定外だということを言うわけでありますけれども、少なくとも何千年かの歴史の中において、日本はそれぞれ大きな震災に遭ってきているという事実を報告をさせているわけであります。このような地震国に原子力発電所等を立地するということについて問題があるわけであります。このようなやはり問題というのは、事故が起きる前に再稼働させない、そして操業をさせないということが大きな問題でなかろうかと思います。そして6カ所の再生工場操業者はいろいろあるわけでありますけれども、今日インターネットを見ましたら、河合社長が変わっているわけであります。それが6カ所の再生工場を導入するために、何回の社長の交代に行くのか、また自分の人も私たちは自分の人に実施していただければならない。そして日本としてもうこれ以上の助走技術を出資をしたいということが非常に重要になってきています。日本は国際公約の中において無償な助走技術を持たないということを約束しているわけでありますけれども、現在フランスやイギリス、さらに国内において44国の助走技術を保管をしているということがありますけれども、そして、私たちの愛国構造が大勢を取ることによって、全体の状況が出ていくわけであります。それで、最高政府の企業計画については、極めて本格化が発表になっています。このようなやはり問題についても、私たちは考えていかなければならない。中小企業の企業計画等については、やめさせていただければ、我々も思っています。このような意味で、ぜひとも青森県においても、ただ大企業をいただくということじゃなくて、さらには国策に協力をするということじゃなくて、少なくとも我々の安全安心を走るために、三浦先生は楽とした態度を示して、やはり、6カ所や東北電力等を再稼働や操業をさせていただくということが、やはり重要性を考えてもらいたいと思っています。このような意味で、私たちは原発をなくと昨年いらないということで、外交署名等も行っておりますので、ぜひとも足を止めて、ご協力をよろしくお願いしたいと思います。皆さん、こんにちは。
空間的にも時間的にも再び飛行
ことを今話しなきゃいけないように全くそれをコントロールするものない。それが伝承学生です。一体それをどこがコストが安いでしょうか。これほどコストが高い、これほど表面でエネルギーがありません。このような電力がしっかりと絶対設定です。何より電力発電の最大の問題点はそれを稼働していくのか、いくらくのない核の国、危険な核の国を再現なく出し続けるということであります。そしてこの核の国を最終的にどうしようとするのか、人類はその方法をまだ生み出してはいけません。当然の間はそういうことを原発をしたいと思います。他のところになるでしょう。しかしやがて溢れてたそれが核のゴミを一体最終的にどうするのか。そこで今政府を必要としているのはこの6カ所の核燃料対策工業に一体すでに本当の核のゴミを集めて、そこで再処理をすればいいという考えであります。しかし皆さん、再処理工業にいくら再処理をしても最終的に核のゴミが残るのです。じゃあそのためのことをどうするのか。今もっと人間観察の施設が作られておりますか、計画されておりますか。最終的にどこで処分するのか、その再生処分地はどこも決まっておりません。当たり前です。その放射性の放射性物質の危険が途上通りまで何万年も何十万年もかけたそのような危険な核のゴミを一体どこの県、どこの自治体が受け入れるでしょうか。日本中どこでも受け入れされたくないのです。となれば最高のまま最初に行動を進めていけば日本中の核のゴミが6カ所まで集められてしまいます。そして一度事故が起これば6カ所まで事故が起きればあの福島原発の事故の引けはない重大な被害が及ぼされ、まさに青森県が出動を失い死の年となってしまいます。このような危険な最初にはしっかりとやめるべきです。この最初に工場を受け入れてきたのは歴代の青森県政であります。もう一度受け入れさせてきた、それを推してきた国の責任は重大でありますが、最初に処分しないということは言葉でそれを受け入れてきた歴代の青森県知事の責任も意識を問われることになります。もうこのような危険な連発最初に行動をこれしっかりとやめようではありませんか。そして安全で危険な自然領域の開発を取り進んでいこうではありませんか。特に青森県庁で働いている皆さん、丁寧に関わっている皆さんにはぜひその点を考えていただきたいと思います。今ならまだ控えることができます。このまま6カ所の最初に行動が本格稼働を進めれば返せないところに一応増やしてしまいます。今ならまだ間に合います。しっかりと電子の関係最初に行動がしっかりやるようでありませんか。日本中の原発は一応動いておかせ止まっています。これは再稼働させてはなりません。再稼働を進めれば原発を動くと動くほど水足のない建物のゴミを再現で進めしますその危険性が続くまで何百年も何千年も何万年も使う核の国をもうこれ以上増やしてはなりません。今こそ原発核電やめて安全的に今原燃費の開発に進めてはなりませんか。そしてこの豊かな自然を次の世代次の世代にまで続いてはなりませんか。青森県には豊かな自然がありますこれを増やしてはならないと思います。ぜひ皆さん私たちと一緒に声を上げて原発反対、核燃やめよう、原発反対、この声を大きく広げていこうではありませんか。そしてもう政府に今の原発の再稼働をきっぱりと断念させようではありませんか。その後私たちは日本中の原発が全てなくなるその日まで訴えを通じてまいります。どうも皆さんよろしくお願いいたします。
64年間青森市がどのように発展したのかいつも考えています。しかし本当に青森市民が青森県民がこの私が生きてきた64年間の間に豊かになったのかどうかというふうに疑問していますと、はなはだ疑問であります。皆さん、青森県民、青森市民は1991年の2月の県知事選挙において誤った選択をしてしまいました。あの時、革命を革新撤退するのか、凍結をするのか、はたまた推進をするのかということで、県知事選挙が一度前の戦いをしたところであります。もちろん私も金沢茂弁護士と一緒に金沢茂弁護士の運転手として県知事選挙を戦いました。1990年の秋から91年の2月にかけて一生懸命朝から夜遅くまで選挙戦を戦いに行きました。結果としてあともう一歩のところで権力の強い全国的な青森県に革命を革新撤退させてはならないという、そういうこの国を国家権力のこれから大会ゼネコン一体となった攻撃によってもう一歩のところで敗れてしまいました。しかし私たちはあれから24年間一度も考えを変えることなく、この国にとって原発はいらない、核燃サイクルはいらないということで行動してまいりました。皆さん、1999年に JCO の大きな事故が起こりました。あの時も日本において核燃料サイクルおよび核燃料に関係する事業で臨界事故など起きるはずがないというふうに言っていました。しかしどうでしょう、あの時一人の技術者が亡くなるなど多くの被害、大きな事故を起こしたことは私たちの記憶に新しいところであります。その時その教訓をもとにして私たちは2000年に福島第一原発3号炉において当時MOX燃料を使用する、そういう方向性が打ち出された時、福島第一原発3号炉は必ずや将来大きな大事故を起こす、戦後の日中原発事故以上の大事故を起こすというふうに予想をし、その前の MOX燃料が爆発した時、あるいはウラン燃料が爆発した時を想定をして、その影響について明らかにいたしました。皆さんは私たちがそういう提起をした時に、まさしく防寒少年のごとく日本においてそんな大事故は起きないというふうにして私たちを名称者にいたしました。しかしどうでしょう、2011年3月26日のあの大事故によって東北東日本大震災においてその後に続く福島第一原発事故において私たちが2000年に想定をした事故想定と同じような大事故が起きたではありませんか。そのことについてあの時当時県庁にいた人たちもそんな大事故は絶対起きないんだというふうに私たちを冷笑いたしました。その人たちは今どうしているのでしょうか。私は強い憤りを持っています。
6カ所から再取り工場を始めとする際、使用済み再取り工場を始めとする核燃料採掘基地において、多くの放射能が埋設、あるいは循環貯蔵されています。一つは、再処理工場はまだ稼働していないと言っていますけれども、アクセル試験において相当数の再処理が試験的に行われています。その結果生まれたプルトニウムも相当数発生をしているではありませんか。また、再処理工場内にある使用済み燃料の貯蔵庫には3000トンに及ぶ使用済み燃料が貯蔵されています。3000トンというのはものすごい量の放射能が使用済み核燃料の中に含まれている。もしあの使用済み核燃料のプールに今通行しているお子さんが頬を通って冷却水が流れたら即死をするんですよ。そういうふうなものが3000トンも本格のあの廃処理工場内の使用水源の空気は置かれているんです。あそこには国家所断層という断層もある。大陸棚には近くの大陸棚には大きな核断層も存在するという海底核断層が存在すると言われています。マグニチュード7以上の大地震が起こったとき、使用済み核燃料の貯蔵プールの冷却水が喪失をしないという保証はどこにもないのであります。そういった事柄について今原子力規制委員会で調査をしていますけれども、審査をしていますけれども、これのように多くの時間を要することになるだろうと思います。しかし、青森市民、青森県民の大きな力でですね、今こそ、あの使用済み核燃料の3000トンに及ぶ使用済み核燃料を、発生源である原発サイトのところに持ち帰ってもらおうではありませんか。なぜ国家所から青森県がそれをですね、中間貯蔵して危険なものを核のゴミ捨て場のごとく置かなければならないのかというふうな問題であります。もう一つ、今大きな問題になっているのは、海外フランスとイギリスに再処理委託をした、そのことによって発生をした高レベルから固化材が返還をされて、六ヶ所村の海外返還高レベル廃棄物貯蔵センターに中間基地貯蔵されているということであります。これを30年から50年貯蔵して最終処分場に持っていくということなんですが、お手持ちのように最終処分場は決まっておりません。結果として1400トンに及ぶ高レベルのガラス固化材の六ヶ所村にこの後最長50年間保管をされるということになっています。これもまた、例えばどこかの近くの国からミサイルが飛んできて貯蔵センターに直撃をする、あるいは大地震によって貯蔵センターの保管庫が破壊をする、その場合は、これまた大きなセンサーが破壊を起こすということになりますと、なるから大量の放射能が放出されるという問題が今、私たちが直面をしている危機である。そういう核問題の危機に私たちは青森県民、青森市民は直面をしているというようなことを日々考えの中において私たちは生活をしなければならない、そう思います。私には3人の孫がいます。そのままこの3人の孫を決して放射能によって命をなくすようなことをさせてはならない、強く感じております。そういうことで私も拙い力であります。
皆さんにお伝えをしたら、今日の企業行動の私からの訴えをさせていただきたいと思います。ありがとうございました。続いて訴えさせていただきます。三浦知事は就任当初より攻めを導入し産業を図り、その基本はいい水、いい土、いい人と青森ブランドに日々付与されています。しかし三浦さん、2011年の 3.11 を経験した国民は、人間の知能では、人間の技術では原発をコントロールできるという希望を完璧なまでに否定したのです。福島を見てください。汚染されてしまった土や水や海はどうなってしまったのでしょうか。鮮明な三浦さんには私たちに指摘されなくても分かっていることにと、この青森県の不安を感じます。2000年から2010年の全国一位の県度は、きれいな水、土、そして県民は原発とは共存できないのです。コントロールできない原発に何かあったか、青森県の農林水産は一瞬で全滅してしまうのです。原発担当を持った、いや、青森県全体など原発マネーの底なし沼にはまり込んでいる中、なかなか抜け出せませんが、3.11 を機会に原発の実験から大きく数を引き、農林水産業、安全安心な青森ブランドの野菜、果実、畜産、水産物を世界中に提供しよう言われませんか。三浦さん、あなたの言うチャンス、チャレンジ、チェンジが今ではありませんか。東通りも6カ所も6つも大間もこのまま停止して農業立憲にしようではありませんか。もう一つ訴えさせてください。政府は規制委員会の人事を現職からそのものを、はい、1人2人を入れ替え、熊崎委員とその人を入れ替えさせようとしています。 5.21 の福井県の訴え判決はまさに私たち国民が願っていた判決でした。しかしその翌日、官邸の南井誠は想像もなくすぐ行動しました。そして東通りの東北電力の社長もすぐにそれに反応して行動を起こしています。私たち国民の最近の世論調査では原発完成最多の感染が私たちの行動により反対派を大きく従っているのは事実でしょう。それを私たち世論や国民に徹底して反抗して私たちを討伐し討伐しているのが闇や対話が最悪の場合です。皆さん、国民の皆さん、通行中の皆さん、彼ら原子力村の彼らは最後の話をしています。私たちは先ほどのお話にあったように、私も死ぬまで反原発で戦いしたいと思います。これで本日の発言を終わります。勉強で働いている皆さん、どうもどうも、お疲れ様でした。民主党の内は命を大切にする心を育むの県民運動という強引な看板が掲げられています。一つ命、二
皆の概念が全くその通り。5月21日の大井原発の案件です。私は多く存じて感動しました。今、外界の皆さんが喋ったことは、原発の再稼働がないから、エネルギーとかの輸入に頼って、それによって電気の料金が高くなって、だから原発の再稼働をしなければならない、こういうようなことを言っています。しかし皆さん、この論理はこの判決によって一気に崩れました。どういうことかと言いますと、そういった本当に電気料金とか企業のもととか、こういった航空不良い、あの福島第一原発事故によって失われた、こういった人々の今、今でも14万人の不安が公平に生きていなければならない、失われた多くの財産、こういったことを考えるときに、こういった国民の方が大事である、そんな電気料金が丸からだ、そんなことは何でもあり、こういった国民を原発が失われるんだと、だから原発の再稼働は許されない、今の電力会社が進めようとしている、こういったこっちは十分に現場の事故は動くことはできない、こういうことはできない、こういうことは皆さん、今まで地方はほとんど私たちの希望を獲得しました。しかし皆さん、今でもって14万人もの福島県民の方々が避難を呼びかけておられている、そして皆さん、おいしいとは問題になりますが、問題なのはおいしいことじゃないんですよ。こういった事実があるにもかかわらず、こういった事実がない、こういったことを言っているマスコミや政府や福島県庁、これが問題なんです。皆さん、今日に甲状腺が事故前はほとんどなかったです。これが今50何人ももう現れている。こういったことを見ただけで皆さん、原発は本当にいかに危険か、そして我々の国防を失っているか、これが明らかです。皆さん、考えてください。あの福島第一原発事故のような事故が、この青森県で起きれば、皆さん、青森県の基幹産業である農林水産業、これはもう破滅です。ということで皆さん、青森県も福島県の方になってしまうということは明らかでございます。こういう皆さん、命を大切にする心を育む県民運動、これを推進するために皆さん、原発や再生工場の発電に与える、これは大きな責任なんです。だとすれば皆さん、命を大切にする心を育む県民運動の先頭に立つ三村新吾県知事は、こういった核燃料サイクルや原発などの原子力、これに真っ向から反対していただければ、命を大切にして、心を安心する県民、こういう線を捨てないじゃないですか、皆さん。選挙の皆さん、皆さんは、こういう運動の先頭に立ってください。皆さん、こちら皆さん、新潟県の泉田知事、この三村君の青森県知事も、この泉田知事の爪の赤の電池を先日これ飲んでください、勉強してください。これが青森県にとってもっともっと良い県政を作ることにつながっていきます。いずれにしても我々たち、これからも青森企業機構と原発白熱、この原発の再稼働、白熱の再生構造のこの総理をこの判定に向けて頑張っていただきますので、よろしくお願いします。これを言いますとも。
ご通行中の市民の皆さん、そしてお忙しい中仕事を続けられている県庁職員の皆さん、私は市民の皆さんと県庁で働く皆さん、三村知事のもと県庁で一生懸命働いている皆さんに2点申し上げたいと思います。第1点は2011年3月11日の福島第一原発事故は我々国民に何を明らかにしたかという、それは3点です。一つはこれまでの原発は絶対に事故は起こり得ないんだという、原発の神話がもろくも崩れたことです。第二点はその被害は軽微なものではなく甚大なものであるということです。そして第3点目はこの被害や現状を回復する方法、施策は確立されていないということです。この3点が明確に国民に示されただけではなく世界に示された、このことが福島第一原発の日本現代史、そして世界の現代史における重要な教訓だということになると思います。ヨーロッパではあのドイツのメルケル首相は原発容認派でした。原発を進めていこうという立場になっていた。そのメルケル首相が日本のこの福島第一原発の環境に先ほど言った3つの教訓、原発の安全審査は虚偽であった、そしてこの被害は回復のできない甚大なものになる、さらにこれを是正改善する方策は現在人類が持っていないんだということをまさに受け止めて、このドイツの基本方向、原発推進の方向を原発の反対の方向に180度舵を切ったということです。この世界史における福島第一原発のこの先ほどの3つの視点をなぜ同じ東北の青森県が認識し、それを教訓としないのか、ここに根本的問題があると思います。第2点は我々日本国民の生活や政治をコントロールする憲法、そして法律から言ってこの問題をどう考えたらいいかということです。憲法は戦前になかった第8章地方自治という章を起こし、冒頭の92条で地方自治の本質と書いてあります。地方自治の本質とは地方公共団体が独立した団体として団体自治を行うということと、国民主権と基本的人権を徹底するためにはその地方自治体の住民の意思に基づいて地方自治体の政治を行わなければならないという住民自治、この2つがこの基本となります。今さまざまなアンケートもありますけれども、先日のアンケートの集計結果を総合すれば、原発に依存しない、原発から脱却してるかという意見が8割に上っている。もしこれを住民自治の観点から考えるのであれば、青森県の主権者である県民はどう考えているのか、これを県民投票を実施
して明らかにし、それでも青森県の住民は主人公である選挙である県民はそうではないんだと、全国とは違うんだということを明らかに示し、その上でやるべきじゃないですか。それができないという、それができないということは、世界的なこの原発の恐怖、そして日本の国民の主権者と意思のとしての意思を踏みにじり、青森県の行政を担う三村県知事を頂点とする県行政が県民を踏みにじって行政を行う、こういうことになっているのではないですか。私はこのことを強く言ったり、そしてこれを具体的にこの地方自治の本旨を実現するために地方自治法があります。この地方自治法の1条の2項には何て書いてるのか、これはまさに憲法で働く皆さんにとっては社会に憲法肩幅痛いという私の言葉かもしれませんが、そこには住民福祉の増進を基本とする書いてます。これが地方公共団体の根本的目的です。地方の住民のですね、福祉、この前提に命があり、健康があり、そして生活がある、これは当たり前のことです。だからこそ、それを踏まえた部会の北海道の函館市長は、まさに住民福祉の増進という法の趣旨を正面から伝え、市内の賛同を得ながら、地方自治体として初めて大間原発の差し止めを請求しているわけです。であれば、この地元青森県が、その住民福祉の増進という観点から住民の健康に被害が及ぶ危険を回避するということは、最大そして最低の行政の方向、基本方向ではないでしょうか。もう一度掲げて申し上げたい、県民の意思を聞き、この意思に基づき住民自治を発揮し、県民の福祉の増進のために本来あるべき県政の姿を実現する、その先頭に立っていただきたい。私の願いはここに尽きます。以上です。皆さんこんにちは。私たちは原発に反対して毎週金曜日、駅前や戦場前で原発いらないと叫んでいる信用行動の仲間です。天皇不意理事故と福島原発事故が何を明らかにしたか、それは原子力の平和利用なんていうものはありえないんだと、原発と同じなんだと、こういうことを明らかにしたと思います。青森の追加で核廃棄物をどうするんですかと、壊れた時にテレビに向かって核廃棄物を取りなんていうのは私たちの次の世代の人が考えればいいんだと、そういう発言をした政治家がいます。恥ずかしくてしょうがない、呆れて物が言えない、次の世代に核廃棄物を任せてどうするんですか。私たちの世代が何とかしなくてどうするんですか。それが政治家ですか。よく考えてほしい。福島で今避難している人たちがどんな思いでいるのか、今日に行動制限を重ねた人たちがどんな思いで暮らしているのか、国連の公的に関する科学委員会というアンティアという機関が福島事故による被爆によってがんが増えることが考えられない、そういう報告書を書きました。
ました。方針を決めた。国連の科学委員会というところは、アメリカの原子力委員会が自分たちに都合のいい限界を出してくれる、そういう委員会が欲しいと言って作ったところですよ。アンステアの委員は IAEA という国際原子力機関の役員を兼任し、 ICRP という本格的防護委員会の委員を兼任し、原子力を推進する側の機関の委員を兼任した人が国連の科学委員会を兼任しているわけです。そしてその人たちが今福島で WHO の世界保健機構の顧問だと名乗って福島に入り込んで、福島の事故は心配ないとそういう報告書を出している。安倍のお友達と同じですよ。国際原子力マフィアが自分たちの委員会を作って被爆による被害がないとそう言っている。本当に忘れた報告書で、チェルノブイリでも被害はないという報告書を書いた同じ人が福島で今被害はないという報告書を書いている。そういう現実をどうかよく知ってほしいと思います。私たちがここで週に1回立てることにどんな意味があるのか、ましてやその効果はあるのか、そのことを捉えたときに、私はいつも作家の松下隆一さんの言葉を思い起こしています。心の中でどんなに反対だと思っていても、次に出して反対と叫ばなければ、自動的に賛成の側に数えられてしまうんだと。ましてや自分は中立だなんて言ってる人は、最初からもう賛成する側に数えられているんだと。自分はこんなことはましてやごめんだと。だから黙っていることはできず、反対を立てることにした坂の松下隆一さんはもう亡くなりましたが、私たちにその言葉を残してくれました。黙っていて賛成に数えられるなんて真っ平ごめんです。だからここで反対と叫ぶことにしました。どうか皆さんも声に出して反対と言ってください。心で思っているだけでは賛成の人と同じように数えられてしまうんだと、そういうことを訴えたと思います。どうかそのようにご協力ください。以上です。先週に働く皆さん、空港中の皆さん、私たちは政府や岸本県が現在大きな嘘をついて岸本の人々を苦しめていることを訴えたいと思います。政府や公共電力をはじめとして大きな嘘を今までやってきました。それは原発は安全だ、そういう信用でした。3年前、この信用は完全に崩れ去りました。ところが今、政府や福島県は大きな2度目の嘘をついています。福島はもう安全、健康被害もない、暮らしも再建された、こういう官邸を展開しています。彼らはあくまで嘘を押し付けています。嘘を流し続けているんです。命よりもビジネス、健康よりも儲け、こういうたくさんの操りに身を溶かしています。福島の人々は本当に苦しんでいます。この操りの人間を河本姫である安倍首相は5月17日に福島を訪問し、県立医大に乗り込んで放射性物質に起因する健康被害はない、こう言い放ちました。そして根拠のない風評には
国として全力を挙げて対応すると言いました。安倍首相は健康被害や放射能汚染など今のこちらの現実真実を書くために国の総力を使うと公言したのです。これに先立つ5月7日には福島県は今度は本震度で被爆による健康被害が明らかになったことに対して安倍発言と同じく原発事故のように放置された放射性物質に起因する直接的な健康被害が確認された例はない。また除染によって安全安心な暮らしを取り戻していく、こういう手柄目の主張をしています。安倍首相と福島県の言い分は全く同じなんです。つまり彼らは国の意思として嘘をつき流し続けているんです。島の人たちは国の暴力を得た人に対して大変困っています。最大の差は放射性物質に起因する健康被害が確認されていない、こういう点です。万が一直接に問題となった花火だけではなく肝心の子どもたちが甲状腺がんにかかり89名に増加しているではありませんか。これこそ健康被害そのものではありませんか。29万人の一時停滞だけでこの数なんです。2年後にはどうなるでしょうか。2年後の二次計画はどうなるでしょうか。そしてこの青森で皆さんご存知でしょうか。2000年から18歳以下の28万人の青森の子どもたちが健康調査し13年間で8名の甲状腺がんの子どもたちが登録されています。13年間で8名です。しかし今は福島ではたった3年間で89名なんです。どうして放射能汚染によって健康被害ではないということが言えるんでしょうか。それでも彼らは知らずしてます。本当に彼らは身寄り強盗者です。彼らが自己免疫は子供の甲状腺がんは100万人の1人約束したいたんです。ところが自己免疫は2人と沈没し逃げているんです。また彼らは真実を否定するために青森県を含めて全国の4千円役人の子供の調査をしました。中央市では同じような結果が出ました。しかしたった4千円役人の子供たちの調査で29万人の後ろの子供たちの発症比率に対して同じだと言うことができません。本当に比較するのであれば5万人、10万人、あるいは同じく29万人の子どもたちを調査すべきではありませんか。そして健康被害は本当にあるのかないのか、放射能被曝によって健康被害を落とされているのかどうかはっきりさせるべきではありませんか。この予算など本当にちっぽけなものなんです。彼らはこういうことは絶対やろうとしません。皆さん、福島の人々は子供たちをはじめ被爆に起因する健康被害に苦しんでいるし、この深刻な現実が拡大しています。そしてもう一つ福島の人々を困らせる大きな事があります。それは除染によって福島の人々は安心安全な暮らしを取り戻している。だから今避難している人たちは一刻も早く戻って戻らなければ1年後には星は打ち切る、こういった大チャンスを張っていることです。
拠点で安全安心が実現されてますか。そうではありません。今夜は山は風が吹き雨は吹きが平野に流れてきます。拠点で放射線量が上がっても再びこととおりになるんです。そしてもっと大きな問題は機関の方針上最初は年1ミリシーベルト以下で機械などを促進すると言っていました。ところが今はこの20倍の年20ミリシーベルトで大丈夫と警戒しています。ところが皆さんこの20ミリシーベルトはあのレッドエイスのなんと4倍です。レッドエイスの4倍のところに徳島の人々に聞くというんでしょうか。こんなことで人間として暮らせますか。病気になってしまいます。そもそもレッドエイスは放射線一つをつけます。これでも健康の中で一歩を取って自爆を隠してレッドエイスに入ります。でもこれと違うようなクソの人々が出ている被爆です。100% 全てが大事にならない被爆なんです。あってはならない被爆を今福島の人たちが受けています。そして年1ミリシーベルト以下この水準でも子どもたちをはじめどのような死亡率になるか皆さんご存知でしょうか。年1ミリシーベルトであっても1万人以上に換算すれば1人から5人の大人が頑張らず死んでしまうんです。子供であればその死後前20人あたりが死んでしまいます。これは年1ミリシーベルトで大丈夫ってくるんです。20ミリシーベルトであればもっと大変な事態になります。放射線というのは一般でも人間の体を壊すんです。傷つけてしまうんです。私たちはだから政府や福島県には一刻も早く福島の人々に対して真実を公表することを訴えています。私たちはこのような厳しい状況に徳島の人々を追い詰めたどうでいいのでしょうか。3月11日の報道ステーションという番組で甲状腺がんの摘出手術をした息子さんのあわやなインタビューで次のように聞きました。がんになってしまったんです。立ってしまったんです。戻ってこないんです。そしてまた、この人が信頼していた人からも、次のように言われました。まだ放射能のこと喋ってるの？切れば治るんですよ。死ぬわけじゃないんですよ。大したことないじゃない。でも、お母さんは次のように激しく反発しています。大したことがあるんです。それは悔しい。体の一部が取られたんです。これが平常にいられますか。50人近くの方がそうなってます。今89人です。こうした子供たちを放置していていいでしょうか。だからこれまで原発推進派だった前二葉総長の井戸川さんは同じ漫画の中で徳島にもう人は出なくなっている。子供たちの命を守るのは大人の責任だ。必死になるのは当たり前だと言っています。私もそういう思いが政府や福島県の嘘を暴き、そして協力する青森県の知事を嘘を暴き、真実をもっともっと公正化させていきましょう。まず何よりも子どもたちの避難が必要なんです。避難できなければ
青森が本当に遠くへ応援が必要です。そしてまたこの世で無料の医療が必要になっています。足場は安全になった、こうした関係を人々を本当に見つめていること、本当に福島の人々は精神的に浸ったメディアが多くなっています。私たちは政府や様々な間違った情報に翻弄されている、しかしに真実を明らかにするためにも、これからも金曜日夜に真実の伝えを続けていきたいと思います。現状の中にいる井村健一郎知事、および皆さん、県庁の国民の皆さん、そして国道を挟んで他の国々にいる東京電力の顔を知った皆さん、私たちの声を聞いていただけましたでしょうか。私は最近集団的自衛権秘密保護法のセミナーに出てまいりました。私が思ったのは、こうやって国が戦争をしたい、世界に攻めていくために軍隊を整えたいとしているのは、やはり国がこの結構詰まった経済状況の中で、私たちが叫んでいるようにこのままではいけないという声を押しつぶすためでもあるというふうに私は思いました。ですが、そうやって戦争を切る国にして、外国も中国も北朝鮮も韓国も一触即発の事態になっており、もし仮にそうはなってほしくはありませんが、戦争の状態になり、ミサイルでも飛んでこようものなら、この青森県六ヶ所村、宮地通村、大間原発、私はこの間、核燃サイクルの勉強を少しもう一度やったんですが、プルトニウムという日本中の原発から出る核燃料、こういう核燃料廃棄物の最も恐ろしい廃棄物を青森は集中して受けています。その中に少しでも戦争が起こってミサイルでも飛んでこようものなら、私たちの県はこれで一発でもう人の住めるところではなくなってしまいます。なので、やはり私たちはその危険性を普段からもっとよく知って、こんな県に住んでいるんだと認識して、少しでも将来に心配をしてほしいと思います。それでも体、放射能、福島第一原発の放射能の汚染の影響、いろいろあります。その中でこの青森県に住んでいるということを、もう一度よく改めて考えていただきたいと思います。私の考えは以上です。それでは皆さんにこの声を届けるために、
キー足りてる。大稼働反対。青森県は核燃料の最終処分候補じゃないぞ。六ヶ所村も東通り村も大変よ。今まで通り5時半に金曜日行動を行います。皆さんお集まりをよろしくお願いします。ありがとうございました。アイダブルジャーモリです。今日の金曜日行動は青森県庁前での金曜日行動でした。今日ちょっと発表になった、ニュースの中で、日本原燃の、河合、社長が6月で退任、そして、副社長の工藤社長が就任するというような、ニュースが速報で流れていました。この他に、東通り原発が来年の平成16年の、3月に、再稼働の申請をするというような速報も流れていました。そしてですね、明日なんですが、ちょっと配信はできないんですけども、青森市内で、昨年は配信した、自衛隊のですね、パレード、そして、パレードと展示、武器等の展示がですね、青森市内で行われる予定です。ご視聴いただいた皆様どうもありがとうございました。今日はこれで配信を終了いたします。それでは Thank you.